はい、おはようございます。こちら芸人金魚返しです。おはようございます。はい、今日ね、神宮の方で阪神戦ございました。はい、結果がですね、3対5勝利。おし OK。 いやー、これはね、なんかこう非常に意味を持った勝利というか、まああの7連敗ね、やっと前回の試合で止めて、で今日また勝利ということで、こう連勝始めね、2連勝、ここから連勝伸ばしていくぞという意味の勝利プラスね、やっぱね、青柳投手、苦手な青柳投手からね勝てた、あーもうこれは本当に大きな意味を持つ勝利だったと思います。ということで早速ね、ヤクルトいただきますと。はーい、いやー、やっと勝てましたね。あ、すいません、後ろでちょっと相方がパン食ってますけど気にしないでください。はい、ちょっと見切れてます、ごめんなさい。はい、じゃあいただきます。さほーと、あー、うち。はい、ということで早速振り返りですね。先発、はい、高梨投手、はい、6回を1失点 OK、 ナイスピッチングでしたね。はい、まあなんでしょう、まあ序盤というか、なんかこう基本的にボール先行でしたね、最初らへんは。うん、なんかこうリズムも悪いし、うん、でピンチ背負うけど、まあなんだなんかこうなんだかんだ、なんとかのらりくらりやってんなと。うん、ただその何回だったかな、4回くらいかな、ブーストかけ始めてね、三振バタバタ取り始めましたね、ここぐらいからね。うん、で結局三振が、今日が高梨投手が9奪三振。おお、やるじゃない高梨ちゃん。うん、なんかこうストレートのキレとかね、あとカーブを見せ球にして、うん、でストレートでバチコンとか、なんかやっぱこうこの緩急がね非常によくできてたかなと。うん、まあムーチョのさ、あのリードもよろしかったかなと、はい、思います。フォークがあんま決まってる感じは、あ、でもまあそれで三振も取ってたから、まあ全体的に全球種使えてたんですかね。はい、で被安打も3ということなので、まあまあね、かなりその抑え込めてた方じゃないですかね。はい、ただやっぱ球数がね105球、まあ毎回ですけどね、高梨投手の場合毎回球数がなんかかさみますよね。うん、まあ今日はね、相手の2番バッターの山本選手にね結構鬼粘られしてたんで、まあしゃあないっちゃしゃあないですけど、まあとにかく6回投げ切ってくれたね、久しぶりに先発ピッチャーに勝ちがついたということなので、はい、もうこれはもうよしとしましょう。はい、高梨投手6勝目ですかね、7勝目6勝目かな。はい、おめでとうございます。2桁頑張ってください、お願いします。はい、次投げたの梅野くん。はい、梅野くん1回無失点ですね。はい、ナイスピッチング。はい、まぁ、ちょっとね、やっぱ僕だけですかね、ちょっと梅野くんアレルギーというか、ちょっと出てきた時にやっぱね不安なんですよね。申し訳ない。はい、先頭ね、佐藤輝明選手ね、センター前打たれた後、はい、これが大きかったですね。木浪選手をゲッツーということで、はい、もうここで、あ、今日大丈夫そうだと、うん、このゲッツーが本当ね助かったと思います。はい、まあその後もヒットを打たれたんですけど、最後三振ということで、はい、もう梅野くんも、まあでもなんかまだ勝ちパーで出てきたら僕はちょっと怖いかなって正直ちょっと思ってます。はい、でも本当によく投げてくれました。防御率はね 1.97 なんで普通にいいんですけどね、なんか怖いんですよね、なんででしょう。はい、でその後8回ですね。はい、まあリードが4点差になったからかな。はい、久保投手、出てきました。なんですけど久保投手が 0.1 回無失点と、はい、まあナイスピッチングですけども、ヒット2本打たれたんでしたっけね。そうですね、ヒット2本打たれて、まあ三振を取ってワンアウトだけ取ってスイッチということで、まあ制球もね悪くないんですけどね、まあ、山本選手に打たれたのはちょっとこう浮いたかな。うん、ただ糸原選手のはね、ツーツーなってね、めちゃくちゃ外のいいストレート投げたんですけどボールになっちゃってね、いや僕は叫びましたよ、いや入ってるやろと、あれ入ってるやろってね審判に言ったんですけど、審判の方聞いてくれなかったので、はい、僕あの画面越しに言ったんですけどね。はい、ただその後ねしっかりまたねいいとこに投げて見逃し三振取るという、いやこれ成長でしたね。はい、まあなんとかね意地のワンアウトをもぎ取って、シミノボね出てきましたね。はい、まあできればね久保投手一人でなんとかしてほしかったんですけど、もうここはねそんなことも言ってられないので、はい、でシミノボがしっかりね、無失点に収めたと。はい、シミノボナイス火消しありがとう。はい、最後ね塩見選手がデカめのフライ取ってくれましたね。はい、いやーまあそうっすね、まあ後から出てくるマクガフもですけども、まあちょっとこうシミノボマクガフとね勝ちパを引きずり出されたっていう点ではちょっとね悔しい結果になったんですけど、もう火消してくれたんで OK です。
はい、で9回頭からですね田口投手出てきました。はい、まあリードがまあ一応また4点差ということなので田口投手出てきたんですけど、0.2 回をまあ2失点と、はい、これがヒット打たれましたかね、確かね、はい、2アウト取ってんですよね、さっさとね、2アウト取ってから、連打浴びて、で島田選手にセンター前のタイムリーということで、はい、まあこれもね本山くんねなんか取れなかったかなと思ったんですけどね、ちょっとね、ただ山田哲人なら取ってたかなって僕はちょっと思っちゃいました。まあむずい打球ですけどね、早いし、うん、ちょっとこう補給体制どうだったんでしょうっていうね、はい、って僕は思いました。でその後もねちょっと連打が止まらず、でマクガフにスイッチしましたけども、マクガフもねボンボコちょっと打たれ出してね、うん、ビビりましたね。でパスボールで1点あげるし、うん、っていう感じでしたね。はい、まあ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 もうしょうがないです。はい、まあなんとかね最後はもうヒヤヒヤです、でしたけども、なんとかね、これ最後はライトフライで終わったんですかね。はい、まあなんとかしのいでくれましたと。はい、まあただこの9回に関してはやっぱなんでしょう、ピッチャーのうちのピッチャーの出来が悪いっていうよりかちょっと阪神さんの意地というかね、うん、最後につながり見せてきたんでね、これあるぞっていうね、もう同点のランナーも出てましたしね、ちょっと怖かったでした、怖かったですね。はい、ただピッチャー陣の皆さん3失点ということなのでお疲れ様でした。はい、よく抑えましたね。はい、ということで次野手ですね。はい、野手がみんなで8安打の、5得点ということで、はい、効率よろしいですね。はい、ナイス攻撃。はい、はい、まあ今日はまあそうですね、あの相手の守備にちょっと助けられた時、助けられましたね、2回ですよね。まずまあフォアボールで村上くん出て、その後ね、宮本選手がバントするんですけど、青柳投手がね取ってね処理して送球するんですけどね、ちょっとそれちゃったと。はい、青柳投手あれですね、そのちょっとショートスロー苦手でね、ずっとね、うん、ワンバン送球よくやってたんですけど、それがまあちょっとね焦っちゃってエラーになりランナー1、2塁。はい、でその後ムーチョもね、うん、バントするんですよね。いやー、ここはちょっとね、あ、いやらしい攻撃してんなって思いましたね。うん、もう青柳投手の苦手なとこゴン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 攻めていくっていう、はい、でバントして、で多分それをねロドリゲス選手がねうわーって取ってサード投げるんですけど、フィルダースチョイスということでノーアウト満塁。まあこの2個のねミスのおかげで、まあ、満塁のチャンスを得て、でここでね丸山くん、はい、ショートゴロでしたけども、はい、1点入ります。丸山くんナイスお仕事、よし、はい、これでいいんですよ。もう青柳投手のね場合は特にもうこの1点がねほんとでかい1点というか、うん、もうこのねやっぱ投手戦になった場合のこの1点の重み、うん、本当にこう最低限でしたけど、お見事でしたよ丸山くん。はい、でその後長岡くん、はい、長岡くんがねライトへタイムリー打つんですね。おお、最高、若手めちゃくちゃ良かった。うん、結構これ外攻めされてたんじゃないかな最初らへんね。でインコースグッてきてね、ちょっとあの入れてくる系のね、青柳投手お得意の左打者に対してのスライダー系のやつをもう本当にもうこう畳んでね、無理やりういっとこう、あ、そう、ごめんね扇風機、ういっとこうライトね、ライト前に運ぶっていう、これはお見事でしたね。もう力で持っていきましたね。うん、はい、でまあこの回2回に2点を先制すると。はい、で3回ね、はい、3回先頭が本山くん、ライトへツーベースね、これ良かった、ナイスバッティング。はい、これはあれですね、ちょっとこうシンカー気味、うん、シンカー気味のやつをうまく本山くんが救って右中間、これもね非常に綺麗なバッティングでね、うん、良かったですね。本山くん最後ねあの守備がなければ、うん、今日はめちゃくちゃいいねって褒めたかったんですけど、ちょっとあの守備だけね、うん、まあむずいっすけどね。はい、でその後に今、サンタナ選手がライトフライの間に本山くんがタッチアップで三塁行きましたね。はい、で村上選手が詰まりながらタイムリー、 オッケーよくやった。もうどん詰まりでしたけどね、うん、あの内野が前進してくれたおかげで落ちましたね。いやーナイスすぎる。はい、で宮本選手もねこれうまかったっすよ、落ちる系の球を最後えいってこう片手でポンと拾ったやつね。はい、で繋いでムーチョがね大きい犠牲フライで4点目。いやもうお見事だ、もう本当にこの7連敗中ねめちゃくちゃもうテーマだったタイムリー欠乏症、もう何やっとんねんと、一発は打つけどね全然繋がらないよね打線っていうのがね、今日本当に克服された、うーん、いい攻撃できてたと思いますよ。ちゃんと線になってた、打点じゃなくて打線、これは良かったですね。はい、だから明日からもねこの攻撃を続けてほしい。はい、っていう感じで、はい、まあ、あとはまあヒット打ったのは、まあ宮本選手はね、2安打打ちの、はい、
で、ムーチョもね、2安打打ちの。はい。で、青木選手か。ごめんなさい、青木選手忘れてました。はい、7回ですね。4対1の場面。まあ、3点リードなんてね、全然ね、こうなんかわかんないと。はい。で、ちょっと阪神さんもね、打ち出してきてて怖い時だったのでね、青木選手が、一発ね、放ってくれて、リードを4点にしてくれましたと。青木さん、ありがとう。はい。青木おじさん。しかも今日一番に座りましたね。一番青木なんてもういつの時代ですかっていうね。うん。もうだからドラフトで取った当初じゃないですか。2004、5年あたりじゃないですか。一番に座ってたのなんてね。いやー、よくやってくれましたね。これは本当にでかい。ちゃんと中押しできた。で、阪神さんからも、阪神さんからしてもね、お、なんか今日、なんかいけそうやぞ。なんか点にはなってないけどいけそうやぞってところでね、青木さんが打つことによって。はぁ、もう。これ攻めても一緒やんけ。もうこれ点取ってもなんか意味ないんちゃうかっていうね、流れになったかもしれない。うん。なってないかもしれないですけど。うん。これ本当に非常に大きな一発でしたね。はい。っていう感じでしたね。はい。ということで、まあ、塩見選手、山田選手という主力をね、まあ、青柳投手対策で下げた中、しっかりこのサブのメンバー。ああ。で、今日下位打線のね、丸山くんとも長岡くん、非常にいい仕事してました。はい。で、長岡くんはね、もうずっと不調だったんでね、もう今日でなんか吹っ切れてほしいですよね。うん。頑張れ、長岡くん。はい。はい、っていう感じでした。はい。まあそうですね、まあ阪神さん、僕はなんかやっぱね、去年からずっとね、やっぱ苦手意識があって、やっぱ先発ピッチャーいいとね、なんか打ち崩せないっていう、こう、絶望感がね、やっぱ出てきちゃうんですけど、で、特に今日、その、代表するピッチャー、青柳投手、ほんとね、勝てたのはでかいと思います。もう本当に。はい。ということで、明日の先発ですね。はい。明日が、ケイジ君と相手が伊藤将司投手。はい。まあ、両方ね、いいピッチャーで。まあ、まず高橋ケイジ投手はね、なんかコロナなったのかな。ああ、なんかまあ、身内でなって、自宅待機してたんですけども、はい。が出てきますよと。はい。もう本当になんかこう、唯一ね、ヤクルトでこう、楽しみ、唯一楽しみって言ったら失礼か。うん、なんかこうね、エースっぽいじゃないですか。唯一。うん。いや、高橋奎二投手が帰ってきてくれて、はい。もう勝ってくれることを信じたいと。はい。ただね、相手の伊藤将司投手もね、むちゃくちゃいいんですよね。1.69。くっ。8勝3敗。めちゃくちゃいいピッチャーっすね。まあ明日もね、なんかこう、投手戦になりそうな匂い。で、高橋奎二投手のね、剛腕ストレートで、なんとかねじ伏せてくださいよと。頑張れ、ともちん。ともちも見てるよと、はい、っていう感じで、はい、じゃあ今日の動画ね、以上したいと思います。はい、3連勝目指して頑張れスワローズ。はい、ありがとうございました。